九州朝日放送株式会社は福岡県を放送対象地域とした中波放送事業とテレビジョン放送事業を建営している特定地上機関放送事業者。略称は KBC。ラジオ部門については KBC ラジオにも記述。テレビ局のコールサインは上フ DTV。2006年12月に日本の地上デジタル放送を開始した。 テレビ放送は、アン系列。テレビ朝日系列でかつ VHF 局であるが、民間放送教育協会には加盟しておらず、別の在福 VHF 局 RKB 毎日、放送が加盟している。リモコンキー ID は、地上アナログ放送の親局 1CH を引き継いだ、ことで、テレビ朝日系列で、唯一の、1。テレビ欄、ラテラン及びチュデジの番組表には、 KBC 九州朝日放送と表記している。また、2018年4月以降は、テレビ朝日系列フルネット局では、唯一、同一法人によって、ラジオとテレビを兼営しているつぼねと化している。局の PR キャラクターは、2020年東京五輪のマスコットを手掛けた、イラストレーターの谷口良による見せかを2018年10月1日より、 KBC 創立65周年兼、KBC テレビ放送開始60周年と、KBC ラジオ放送開始65周年記念の、新しい PR キャラクターとして起用。以前は同じく創立45周年兼テレビ放送開始40周年と、ラジオ放送開始45周年として、キョロパクを起用していた。テレビの取材地域は、福岡県と佐賀県。 長崎文化放送が開局する1990年3月までは長崎県内と山口朝日放送が開局する1993年9月までは山口県北西部の取材をそれぞれ行っていた九州山口沖縄エリア各局に向けて多数のブロックネット番組を制作している詳しくはブロックネット番組を参照人事は 全社規模で行われているので入社して、アナウンサーになっても、定年までアナウンサーであり続ける人は稀で中途で、タブシ移動になる場合が多い。アナウンサーのタブシへの移動について裁判したことがあり、移動は合法とする判決が確定している。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出典 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日2016年3月31日 KBC のロゴ原稿の和文ロゴはこのロゴに少し変更を加えている。朝日屋百貨店創業から福岡市に移転するまでの一時期、ここに本社、演奏所が置かれていた。現存せず、 開局後間もない1959年6月、富士テレビ、東海テレビ、関西テレビの各局とネットワーク協力体制に調印。基本番組編成は、富士テレビ系列をメインとすることとなった。このため、鹿内信高、水野茂雄も重役として名を連ねていた。 福岡局の免許申請時に競り願いしていた、九州テレビジョン放送と一本化した際、九州テレビに出資していた、昭和自動車、産経新聞社等の資本が合流した経緯からである。一方、ニュースについては、朝日新聞社との関係から、ネットニュースだけを放送し、朝日テレビニュース社の制作する、ネットニュースは朝日新聞制作を、 KBC ニュースのタイトルに差し替えて放送した。また、ネットテレビからは、ニュースとともに、学校放送もネットしたが、1961年に、番組内容の改善をめぐって、ネットと対立して、ネットを打ち切り、学校放送は RKB へ移行した。しかし、一般番組のネットが途切れることはなく、概ね不時計70%。 ネット計30%の比率で編成していた。富士テレビはニュースもネットするよう KBC に対し再三申し入れ、ようやく一本のみニュースネットが通ったが、朝日新聞社との関係を考えるとこれ以上の枠像は望めない状況であった。富士テレビはたまたま日本テレビとの関係が悪化したテレビ西日本に対し接触。交換色を得ると、 KBC とのネットそのものを見直すこととし、まず1963年に、KBC の水曜二十字枠画が,が、ネットテレビとの同時ネット枠だったことをついて、TNC に3匹の侍の同時ネットを要請し、TNC は日本テレビの抵抗をしきり受託した。1964年、KBC との関係は良好だが、朝日新聞主導なのでフジテレビが、 主導権を握るのは難しく、TNC と組む方が、富士テレビの将来にとって益が大きいとの水野の,の判断から、KBC に対してネット打ち切りを通告。窮地に陥った、KBC の久井ゆか社長は、朝日新聞社の広岡友代表取締役に支援を要請。この時、KBC 社内では、日本テレビと組むか、 あるいはネットフルネットにするかの議論があったが、ここで、疲労ーはヒサに対し、ネットとフルネットをする、よう干渉。しぶる、ヒサに対し疲労ーは、KBC の業績が低下した場合はネットに、営業保障を行わせ、それでも、KBC の業績が悪化した場合は、朝日新聞社が責任を取ると約束した。これで、ヒサは、 KBC のネット完全ネットを決断。1964年10月編成より、学校放送を除くほとんどのネット番組が、KBC から放送することとなった。TVQ が開局するまでは、東京12チャンネルテレビ東京の番組も、放送されていたや、大竹誠のただいま PC ランドなど、KBC ラジオネットワークの編成を、参照曲名、周波数、 コールサイン及び出力は次の通り。アンケーレ列のリモコンキー ID 地図在復多局と、異なり上記3局が2006年12月1日一斉開始。アナログ2011年7月24日、停波時点、KBC ラジオデータを参照 KBC ラジオ、スタジオを、参照以下のケーブルテレビでは、テレビ放送を再送信にしている。 なおテレビ放送のデジタル転換により、地元にテレビ朝日系のつぼねがある地域を中心に、順次再送信が取りやめられることになっていた。デジタル放送再送信では、佐賀県が特例地域として位置づけてあるため、KBC 側が地上デジタル放送においての区域外再放送に同意した。地上デジタル放送は、日本民間放送連盟が区域外再放送を、 禁止していることから、特例地域以外への再送信は、原則不可であった。山口県では、ケーブルネット下関のほか、過去には、ケービジョンシティケーブル集団萩ケーブルネットワーク、ホッチテレビ、山口ケーブルビジョンでも、KBC の再送信を行っていたが、山口朝日放送から KBC に対し、山口県向けの再送信を認めないようにするという、 要請があったため、同県内のケーブルテレビ局における、KBC の再送信は、デジタル再送信を行っている、ケーブルネット下関を除いて2011年7月24日のアナログ放送終了とともに再送信も終了となった。なお、山口ケーブルビジョンの KBC デジタル再送信が2011年6月に、 同意すべきとの総務大臣裁定が出されているものの、実現には至っていない。大分県では2008年7月、k b c は r k b t n c FBS とともに、同県内のケーブルテレビ事業者に対して、地上デジタル放送の区域外再放送を同意したが、CTV メディアが再放送継続協議が整わず2015年2月2日、早朝に、 区域外再放送を終了。他の3局も同じく再放送継続協議が整わず2016年3月31日に区域外再放送を終了した。長崎県では地域によって対応が分かれ、右予曲折を経て有明海沿岸、壱岐、津島の各業者が再送信を実施している。太地はデジタル派再送信実施局。 地上デジタル放送完全移行後につき原則としてハイビジョン制作。インは九州朝日放送をキー局として九州、山口、沖縄エリアにある以下のアンケーレツ各局で放送している番組であるが競技の九州に含まれない山口、沖縄やクロスネット局の宮崎では一部番組のネットを行っていない。山口朝日 放送、長崎文化放送、熊本朝日、放送、大分朝日放送、テレビ宮崎、鹿児島放送、琉球朝日放送九州、沖縄、山口のアンケーイツ局に向けて放送する、ブロックネットのテレビ番組を数多く制作している。その一方で、ラジオ番組では2014年春から、HKT48 ラジオ聞かないと。が、 ブロックネット化した他は過去に数本制作された程度である。制作局の表記のない番組はテレビ朝日制作。もともと KBC は開局当初からエリア外取材に積極的で、また1980年代まではテレビ朝日系列局が九州他県になかったことから高速道路網が未整備だった時代でも佐賀や熊本、大分、 長崎などまで遠征してニュース取材に出向いていた。KBC アーカイブスでは福岡県内のニュースに混じって各県のニュース映像も見ることができる。制作だけでなく他の九州の系列局に対し人的支援もしており、開局時の応援社員や KBC から幹部社員が出向しているケースがある。また、中国、九州の安系列局の福岡支社は ほとんどが KBC 社屋に隣接する KBC ビルにあり、市社長も KBC から出向していることがある。その他、台風が接近した時などには、KBC が中心となって、九州、山口の系列局を結んで、安九州山口報道特別番組といったタイトルで放送することが多い。毎年年末に、スーパー J チャンネル九州、 沖縄 SP を16時50分17時53分と18時15分から18時50分まで放送2017年時情報。なお、ヤングを、おは当初ネット系時代の3ヶ月間は KBC で放送していたが、東京地区での放送が東京12チャンネルへ移行してから一時打ち切りとなり、福岡での放送再開時に超年々時代でありながら、 RKBA 移行し、超年展開賞後は、正式に TBS 系番組となり、引き続き同局で放送していた。他年は、入社年、または、アナウンス部在籍期間。丸は、福岡県出身、は、アナウンス部長経験者。他部署所属級制度適用社員の退職新制度、適用契約社員は、契約期間が満了に伴う退職。 79年から84年に、テレビ朝日系列で放送していた、石原プロモーション制作のポリスアクションドーラマ、西部警察では、パート I とパート3で2回福岡ロケを行った。ちなみに、全国縦断ロケにおいて2回ロケをしたところは福岡だけである。パート3では、など海な灘の会場で漁船を爆破させたことがある。なお十九年の再放送に関しては、 無印の88話までの再放送にとどまった。また、西部警察スペシャル放送前には、ローカル番組に会議広司が、ゲストを登場し、パート3の福岡ロケの映像が一部紹介された。また同じくテレビ朝日系列で放送していた、石原プロモーション制作のポリスアクションドラマゴリラ、警視庁捜査第8番の福岡ロケの回では、KBC が所有する。 報道用のヘリコプターを、渡り哲也演じる倉本班長に貸したシーンがある。1986年10月25日、資料映像撮影のため訪れていた福岡空港で、同空港内にある、航空自衛隊春日基地板月地区に、同基地所属ではない、T、T-33 練習機が多数飛来したのを、目撃し、映像を収めた。練習機の多数飛来は、 福岡市内で行われた全日空機雫石衝突事故の元教官に対しての激励会に参加するため元教官の先輩同僚教え子らが練習機を車代わりに使用したことが判明結果としてスクープとなった2005年3月20日日曜日に発生した福岡県西方沖地震当時は本社のある中央区でも震度6弱を観測 報道局の縦札が横に大きく揺れ、本棚も一部散乱した。さらに、周りが停電し、報道人たちはパニックに陥った。しかし大きな損傷はなく、緊急処置で報道センターも使用できるようになった。テレビは、サンデープロジェクトの11時以降の内容を、地震特番に切り替えて、40分にわたり、地震情報に専念する。 サンデープロジェクト終了後は11時50分のアンニュースでも地震関連ニュースを行い数分間報道特別番組に当たった。ラジオは在津和夫の人生ゲーム21が終わった直後に地震ニュースを放送。11時から天神パサージュ広場で行う予定だった春のラジオフェスタの生放送を急遽中止し宮本圭介をメインに地震特番を編成。 地震情報、取材記者、リスナーからの情報を放送した。この地震の影響で、局舎の横にある鉄塔の先端部分が曲がり、次局は元よりテレビ、西日本など県内他局でも、ニュースとなった。この他、局のレコード室に所蔵していた CD やレコードの一部が、破損、しばらく立ち入り禁止となり、ラジオ放送を中心に影響が出た。 この地震以降、ラジオの生番組では、頻繁に、福岡市中央区長浜一丁目からお送りしている、と、アナウンスするようになった。2005年10月15日土曜日、KBC は、プレイオフ第2ステージ第3戦、福岡ソフトバンクホークス対、千葉ロッテマリーンズの試合をローカルで生中継した。編成の都合上当初から、放送時間の延長予定はなく、 9回裏、ホークスの攻撃中で中継を終了。21時から、テレビ朝日ネットの土曜ワイド劇場を放送した。しかし、急遽22時57分から23時までホークスの、同点、さよならのシーンを放送した。ありがとうございます。